今日はですね、ホテル満星閣ミリオーネというところにね、定山渓のところにやってきました。はい、まあ定山渓の温泉ね、まあ一泊で、まあ泊まりにね、ちょっと日頃の、まあ特にね、G1 シーズン終わりまして、まあいわゆる G1 オフというやつですね。まあ G1 オフになると、まあ私ですね、ようやく体を休めることができるので、はい、今日はね、ここで一泊するという形ですね。はい、一日ちょっと楽しんでいきたいと思います。はい、宿泊先のね、ホテルの部屋にやってきました。なかなかね、広くていいですね。そして景色ね、定山渓からね、あのホテルから見える景色、うわすごい、めっちゃ景色いいよ、すごいすごい。前泊まったあそこのね、定山渓ホテルって以前はね、来た時はここ泊まりました。そして向こうにもね、あのビューホテルっていうのがあるんですよね。ビューホテルにも泊まったことあります。今回はここですね、ミリオンをねということで、すごくね、景色がいいですね。はい、この渓谷がこういう感じでね、はーっと、であの辺ね、あの足湯なんかもあってね、いいんですよ。でこっちもね見えると、いやーなんかね気持ちいいですね、見ててね。はい、ちなみにあそこの古川というところもね、すごくいいんですよ。はい、もう全体的にいいですね、このなんていうか定山渓ね。はい、いかにも熊が出てきそうですよね。ということでね、こんな感じです。はい、再びロビーというか来たらね、ここ足湯があるんですね。はい、まあうちの奥さんもこれから足湯へ入ろうとしてます。はい、この奥が足湯で、でこういう感じでね、景色を見ながら、行けると、足湯に浸かれるというところですね。はい、じゃあちょっと浸かりたいと思います。よいしょ、どっこいしょ、よいしょ、あ、はい、すいません。よいしょ、あ、足湯いいな、気持ちいい、気持ちいいです。うん、あ、シロップ忘れてきました。いやー、足湯気持ちいいわ、これこの足ね。はい、こんな感じでね、あ、いいですね、やっぱ短パン履いてきて正解やったな。はい、ということで、こう足湯でね、景色を見ながらっていうのもね、なかなかおつなもんですね。野鳥がね、いるんですけどね。へー、ね、さっきピヨピヨ言ってますからね。声が聞こえる。姿が見えないですよね。うん。はい、ありがとう。あ、いるかもしんないね。すごいね。うん。いや、違うだろう。うん、なんかね、野鳥いそうなんですけどね。はい、あ、やっぱ泣いてる泣いてる、どこにおんね、めっちゃあったかいよな。掘りごたつですね。そう、掘りごたつみたいなね。掘りごたつ、お湯が入った掘りごたつ。そう、めっちゃ気持ちいいわ、疲れ取れます。いや、この真裏にね、さっき野鳥がいたんですよね。飛んでくれないかな。結構ね、いるのはいるんですよ。さっき言ったんだけど、あ、取れなかったのがね、なかなか残念で。飛べ飛べ、おい飛んでくれ。この裏側にいたんですよね、さっき。意外とでもいるんだよね。
飛ばないな。さっき飛んでくれたんやけど。この真裏なんだけどね、この木のね、そっから全然見えない。あ、いた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 、飛んでいった飛んでいった。今飛んでいってきましたね。はい、多分映ったと思います。この辺にいると思うんですけどね。いやー、こういう感じでね、たまにポツッと飛んでくれるんでね、いいですね。はい、今日の晩ご飯はビュッフェレストランですね。いいですね。ちょっと行ってみたいと思います。行くよ。いや、楽しみですね。ちょっと奥にね、見えてますからね。はい、ね、ビュッフェ形式でね、ちょっとよそ取ってきましたね。ここはね、お寿司があります。お寿司ですね。はい、こちらもお寿司です。で、こちらが刺身ですね。はい、あとはね、まあ適当にね、つまんできたもんですね。はい、ちょっとこういうのもいただきたいと思います。ではでは、乾杯。あー、うまい、うん、いや、やっぱりたまりませんね。じゃあね、ちょっとお寿司とか、まあ、この辺もね、いただいていきたいと思います。美味しそうですね。はい、じゃあ早速ね、いただきます。ではでは、いただきます。よし、はい、シャケの脂っこさがいい感じで、はい、これはイカかな。うん、おいしい。うん、OK、はい、続きましてね、お肉をね、取ってきました。これね、美味しそうでしょう。ちょっと中のね、赤みがかったところがね、すごく美味しそうで、わ、これなんかやばくないね、すごく赤みがかって、ちょっといただきたいと思います。あ、美味しい、これはうまい。うん、なかなかね、やっぱお肉もね、美味しいですね。うん、たまりませんね。